白い土壁がレトロな雰囲気を醸し出す匠割烹。鳥取の食材にこだわった郷土料理が楽しめる老舗の割烹店です。お店の中はまるで時代をタイムスリップしたような佇まい。懐かしくもあり、老舗の風格も感じる温かい空間が広がっています。こちら匠割烹店の名物といえば、鳥取和牛のすすぎ鍋です。すすぎ鍋っていうのはもう俗に言うしゃぶしゃぶのことですね。はい、ではすすぎ鍋の食べ方なんですけどね、ただすすぎ鍋って言ってもあくまでもお鍋ですから、こう集まった皆さんはそのお好きなようにやっていただければそれが一番おいしいように食べていただければ一番それがいいんですけども、まあ、一応基本というかそういうスタイルはまずお野菜の方から、何ですか、ダイナミックにいきますね。白菜、にんにく、野菜から入れるのがでも一応お鍋は基本ですから、こうダイナミックに入れていただいて、白滝これも入れていただいて、あとこれがもう一回沸騰したらそこでお肉と野菜と一緒にこう召し上がっていただくのが一番おいしい食べ方じゃないでしょうか。あ、そろそろお野菜の方も沸騰してまいりましたので、もうこの辺からもうどんどんもう食べて召し上がってもらったらいいと思います。野菜も一緒に召し上がっていただければいいんですけども、一応まあでもお肉がメインになりますので、まずお肉の、通してみますね。すすいでみます。お肉は、よく火が通ったのがお好きな方や生に近いのがお好きな方もいらっしゃると思いますけども、一応こう 3,4 回沸騰したお湯の中をくぐらせて、多少まだこうピンク色が残っているような状態、こういう状態ですね。こういう状態が一番美味しいと思います。これで、ごまだれをこうつけていただいて、熱いのを召し上がってください。匠割烹で使われている器や店内に飾られている器、これらは民芸と呼ばれる器です。民芸とは手仕事で作られ、暮らしの中で役立ち、また暮らしを美しくするもののことを言います。用の美と言われるものです。匠割烹を作った吉田松也は民芸の運動家でもありました。隣には鳥取に伝わる民芸品をはじめ、日本各地、世界中から収集した民芸品を紹介するミュージアムがあり、買い求められる工芸店もあります。見る、買う、使う、この3つの体験により民芸の素晴らしさを伝えようと考えたのです。匠割烹店は年中無休で営業しておりますけれども、もちろんこのすすぎ鍋は夏でも年中やっております。いろいろその季節に合わせた郷土料理を出してますので、ぜひ鳥取にお越しの際は匠割烹店の方までお寄りくださいませ。お待ちしております。